はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、2009年の5月頃、春先ですね、撮影したのが大体8年ぐらい前の、海の中です。場所は和歌山田辺湾という場所なんですが、この頃はサンゴを食い荒らす比較的大きめのオニヒトデっていうのが頻繁に出没してましてですね、比較的あったかい海である沖縄の方に、よく出没してたと思うんですけど、とうとうこの和歌山県の海にもですね、オニヒトデが出現しました。人には狩りの習性があるんでしょうね。特に男の人には。オニヒトデを見つけた瞬間に噛まれないように、刺されないようにかな、一応名前に鬼がついているようにですね、このトゲトゲには結構な毒があります。なのでヒヤヒヤしながらこの岩から剥がすんですね。そしてそのまま砂地の方まで持っていきます。とにかく生命力が強いらしくて、その場で串刺しにしても死なないらしいんですね。なのでこうやって砂地で処分して砂に埋めちゃいます。ちょっとライトなオニヒトデの駆除作業を覗き見しました。